そうじゃの。一番は最初におめでとうと言ってくれたネトゲ仲間からのメッセージか。昨夜いつものようにネトゲをしとったら0時になった瞬間祝いのチャットが飛んできてな。実はわし自身は誕生日を忘れておったのだ。もう真新しい行事ではないからの。ゆえに嬉しいサプライズじゃった。連絡をくれたネクラ侍には感謝せねばな。かなりハイテンションなメッセージだったぞ。今日は我が親友かっこ笑いが生誕した運命の日。ワクテカで待機しておりました。笑貴殿のプレイスタイルには常日頃から尊みを感じていますぞ。周囲を楽しませる破天荒プレイや若葉マークの初心者を火だめも恐れず守る盾プレイ、徹夜を少しも厭わない廃人プレイなどエモさの塊ですな。最高のネフレ単語目という感じでな。実に饒舌で熱の入った内容じゃろ。しかも出会ってから毎年祝ってくれている。ネクロ侍は律儀なやつなんじゃ。ネットを通して新たに友人ができるとは、これも長生きのおかげじゃのう。